ったミネオ選手と志村選手のホルスター地面が突き終えたところ、外周から大きな S字を通過していくのはゼッケン64番大塚元樹選手、群馬県からのエントリー。この人も G6 では有名人。さあ赤い GDB、 涙目の GDB を垂る大塚選手が今14番か15番。さあ4輪ドリフトさんながらうまくトラクションをかけていったところ、装着するタイヤはダンロップの G1 スタースペック。さあ大塚選手外側までギリギリ使っていった。さあサイドを引いてコンパクトにコンパクトに曲がっていきます。さあ鬼門の7番バイロン、ここもサイドを引いた。あっと最終パイロン、パイロンタッチ。タイムは57秒789ですが、パイロンタッチ1本57